はい、こんにちは。こんにちは。今回もですね、はい、前回引き続き、ええ、視聴者の皆さんからコメントをいただいてて、はい、その中からちょっとネタを拾わせてもらいました。はい、いっぱいいただいてます。いろんなトップ3を知りたいというお話が書いてあって、はい、じゃあ真髄をねちょっと聞いちゃおうかなと思って、はい、直接、はいはい、作るのに大変だったパラワシャツの柄、それいきますか。トップ3です。はい、よく聞かれるのが、やっぱりどれが一番好きですかとか、はい、今年作った柄でどれが良かったですかとか、うんうんうん、どれが大変でしたかって、うん、毎年聞かれるんですけど、はい、正直言います、全部好きで全部大変です。まあそうですよね、はい、もう毎年毎年泣きそうになりながら作ってますから。確かに、うん、じゃあ早速いってみますか。大体分かってますよね。まあ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 ね出ました。はい、はい、フェスティバル、フェスティバル、これ何色ですか。はい、これね22色使ってます。多色刷り、はいはい、もう大変な柄なんですかって言われて、ええ、これもう見た、もう見てもうまんまですもんね、はい、もう見るからに大変そうですもんね、はい、で22色使ってるので、うんうん、もう作るの大変、うん、22枚の版があって22回すらなきゃいけない、はい、なんかもう分かりやすいですよね、もうね、もうもう大変さが いっぱい色があるもん。ええ、じゃあ想像ちょっとできないかなっていうところの部分を、はい、ちょっとご紹介をしたいなと。続いて、カラジシーボタン。これはね、クラッチマン TV で、あ、そうですね、以前発売前に一度紹介させてもらいましたよ。ね、ちょっと今回は、この生地について、はい、はい、で、もともと、このカラジシーボタン、いくつか、もう何回かですね、復刻はされている中で、今回新たに復刻をするっていうなった時にですね、はい、まあ、自分の中でですねテーマを決めて、1930年代に作られたカラシボタンが、はい、そのままクローゼットの中で眠っていて、それを発見をされた時、うんうんうん、まあ、デッドストックですね、はいはいはい、状態で発見されたら、はい、どういう生地の感じなのかっていうのをテーマに、想像力を、そうですね、込めてるわけですね、はい、作ったんですけども、はい、まあ、こういうね、ちょっとシワがもともとある、結構ね、はい、結構シワな感じですね、生地なので、このシワがですね、もうデッドストックだったら、うん、どういう感じなのかっていうのを追求していく上で、ちょっと作ったその生地のサンプル、お、これはもう本当に生地を、プリントをしてシワ加工をして、もうプレスとか全くしない状態、はいはいはい、こういうのをもう何十回でも試していろんなシワの感じですとか、うん、ちょっと弱いなとか強すぎるなとか、これは先にプリントをしてるんですか。そうです、先にシワをつけてる、あ、もう先にプリントなんです。先にプリントをして、はい、はい、でシワの加工をしていくんですけど、はい、まあ、なんせですねこのシワ加工っていうのは、あまりサンサーフの中でも使ったことがない、そうですよね、ジャンルなので、うんうんうん、ちょっといろいろ勉強しながらやってたんですけど、はい、いい方も仕上がってですね、バッチリプリントも決まったと、はい、まあ、そこで次はシワ加工だということでやってったんですけど、はい、そのプリントをした染料が色が落ちてしまったりとか、それ熱が加わるとか、おそらくそういうことだと思うんですよね、変色をしてしまったりとか、はいはいはい、全く使いもらない、ならない状態になるというトラブルが発生してしまってですね、はいはい、まあ、それをどうやって回避するかとか、うん、もうそんなのでもう試行錯誤して、もうとにかく生地を作るのが大変でしたという、まあ、そこもプリントと合わせて、プリントプリントっていうけど生地の大変さっていうのも、まあ、あるんですよ。こういう一歩先をやろうとすると、はい、起こってくるわけですね。そうなんですよね、うん、もう生地そのものを作るだけでも大変なんですけど、はい、今度プリントし終わってそれにちょっと加工するとなるとですね、まだこういったいろんなトラブルとか問題が起きてくるっていう、はい、ちょっとそれはご紹介でした。はい、はい、じゃあ続いていきましょう。はい、こう皆さん大好きな大好きだから、はい、おなじみの大好きなね、百トラ、はいはい、これもですねもう過去に何回も復刻されてるので、自分としてはですね、もうそれを超えなければいけない。あ、過去の自分を超えていくっていうことですか。もうやっぱり自分同じじゃないんですか。百トラ百トラって何年かに1回出てくるじゃないですか、あれ同じ百トラじゃなかったんだ。あ、それぞれの時にテーマがありまして、どこを中心に復刻をしていくかとか。これ最新版、これ最新2年前かな、はい、うん、はい、これ最新版のやつ、はい、でこれに関しては、もう今まで割とやり尽くしてると。じゃあ何をしようかというところでちょっと目をつけたのが、やっぱ百トラって躍動感、はい、そうですね、虎の毛がこうふさってなった感じ、はい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 、じゃあ、 あの躍動感を完全に再現しようと思ったわけです。でそれ初め何したかっていうと、この百トラ
ワンリピート、ワンリピートっていうその生地の用語があるんですけど、うんうん、この虎 の, この爪のところで足の、足、ね、うん、でここが同じがあれもね、ここがワンリピートだけですね。ここワンリピートですね、はいはい、でそのワンリピートの中に、うん、虎がですね17頭いる、うん、数えたことなかったですよね、17頭ワンリピートの中にいて、うん、それぞれの虎が毛のいろいろ生えてますよね、いろんな方向にいろんな部分、細かいんだよ ね, ねこれがね、場所に、この毛をまずですね、数えます、うん、この毛と、うん、毛の場所と本数を全く同じように揃えると、うん、この虎と同じ躍動感が出るんじゃないかということで、うん、そこを完全布告しようという趣旨でまずこれが始まりました。ほうほうほう、はい、ということで、まず型を彫ってもらうにあたっては、毛の本数と場所を確定しなきゃいけないので数えるわけです。見てないよそこまで見てないですよね、うん、でもそれを揃えることによって、うん、全く同じものが出来上がるんですよ。全体の絵が変わるんだ。あ、そうですそうですそうです。でですね、ちょっとこれあのヴィンテージ、グリーンの方のヴィンテージで、その時毛を数えたので正の字が書いてある、この正の字がいっぱい書いてあるし、あ、こっちにも、そうそう、この虎がここでとかっていう、もう一匹一匹全部分割して、毛を本数を全部数えていって、はいはいはい、はい、書いてある、すっげえな、大体一匹で900とか700とか もっとあるので、大体こう1万2000何十何本とかっていう数なんですよ。数えたの？それも数えて。ヴィンテージのオリジナルの毛の数を数えた。そう。すごいねこれは。そうですね、作るときはじゃあさらにまた超えていかなきゃいけないですね、これを。もうどこを超えようかっていう話なんですけど、まあいろいろ大変なんですけど、はいはい、続いて。アロハシャツのレプリカしてるのって僕だけじゃないですね、うんうんうん、もうハワイにもアメリカも国内にもいろんな方が、うん、いて、はい、レプリカされてると思うんですけど、何が大変でしたか、うん、って聞かれた時に、うん、みんな言うと思うんですよ、うん、抜線ですと。はい、抜線、はい、やりましたね、抜線、はい、抜線、はい、ちょっとあの簡単に、抜線って何っていうのを、はい、まずですね、まあ、僕が着てるのもそうなんですけど、これも抜線ですね、これもそうですね、あの、まあ、濃色、まあ、ただ薄い色でもいいんですけど、この生地をこの黒の色に染めますと、まず全体をね、全体を、はい、黒い生地を作りますと、うん、でそこからこのオレンジの部分だったり白の部分だったり黄色の部分だったり、はい、それぞれの色のところを黒を抜いて、はい、この色を刺すと、その抜染という、うん、その技術、うん、もう現代ではですねあんまり必要とされていないと、ほう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 、使われていないです、はいはい、ただアロハシャツ全盛期であった1950年代、40年代、50年代、はいはい、あの当時というのは、はい、当たり前のように使ってたんですよ、抜染をね、はい、でそれをじゃあいろいろこういい柄だから復刻をしよう、はい、って思った時に、はい、絶対抜染という壁にぶち当たるんですよ。ほう、 うまく色が抜けない。いや、そう、そういうもんなんですね、はい、抜けないです。へー、で物理的に抜くっていうことはもちろんこうできるんですけど、はい、現代において、例えば使ってはいけない染料であったりとか、はい、いろんな環境問題に配慮していくと、うんうん、こういろいろ制限が出てくるわけですよ。そうか、昔は使えたけど、今は使えないみたいなね、はい、そういったものが染料の中にもたくさんありまして、うんうん、まあ、その中でこれだけのこう発色のいい色っていうのを出していくっていうのは本当大変です。これちょっとあの、うん、作ってる段階の試作の生地なんですけど、はいはい、あんまりこう発色って初め良くないんですよね。あ、確かにね、はい、あ、ちょっと鈍いんですけど、本当だ、はい、このオレンジというかピンクですかね、これ、はい、ピンクの色味とか全然違うし、違うよね、白のクリアな感じとかも全然違いますね。違うよね、で徐々にもうこれからいろいろ試行錯誤をまたしてもらってですね、何回もやり直しをして最終的にここまで持ってる。抜染でこの色になるっていうのは、はい、職人さんが、例えばですね、どのぐらいの抜染剤の量に対して、どのくらいのこの染料を入れたらいいかとか、はい、そういう調合っていうのは、もう職人さんの勘なんです。ほう。わからないんです、すぐには。へえ。プリントをしてみて、いろんな工程を経て。何回か試してって。もうそうですね、それもありますし、はい、もう極めて。見つけなきゃなんないんだ。はい、もともとある程度このぐらいの色に持っていくっていうのも職人さん分かってるわけですよ、だからそこからまたさらにこう突き詰めて全く同じ色にしていくっていうところでまたさらに職人さんの勘が必要なわけです。これとかも結構細かい色ですもんね。もうそうですね、
すごく発色のいい薄いピンクだったり、こうターコイズだったり、はいはいはい、もう難しいです、はい、こういうのが。抜染買おう。そういう話じゃない。そういう話じゃない。まあ、オーバーも大変なので、全部大変なんですけど、やっぱり抜染大変だなっていう話です。うん、はい。いや貴重なね今日はお話をすっごい勉強になった。ありがとうございます。詳しくなった気がする。そうですね。ありがとうございました。喋っちゃいました。はい。次回はどうしましょう。そうですね。もうそろそろ新作が発表になる時期なので。確かに。はい。ちょっとそうか告知できるんですか。ちょっとだけお見せできたらなと思いますので。情報公開に厳しいサンサンフが。そうですね。ちょっとだけ見せてくださるんですね、はい。少しだけご紹介できればと思います。これは次回は絶対見逃せませんよ。そうですね。それは楽しみです。はい。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。